日本って合理的に考えると子供を産まない方が個人の幸せが追求しやすい社会なんですよ。そうですね。堀江さん、独身ですからね。大変ですよね。すいません。なんだろうな。日本って合理的に考えると子供を産まない方が個人の幸せが追求しやすい社会なんですよ。だって子供が生まれたらさ、子供の世話に時間取られるしさ、お金も取られるわけじゃん。で、まあ、20年後にようやく独立しましたって言ってさ、で、じゃあ、それまでに使った金額と時間をさ、返してくれるわけじゃないじゃん。って考えると、合理的に考えたら、子供なんて作らない方がいいってなるのよ。で、誰が言ったんだっけ？あれ違う、キキリン？頭が良かったら結婚なんかしない。なの、若者がなぜ結婚するか。頭が悪いからである。で、頭が悪いうちに結婚しなさいと。結婚はした方がいいんだけど、合理的に考えたら結婚しない方が正しいって気づいちゃうのよ。年取れば取るほど頭良くなるし、周りの失敗例も見るし、合理的に考えるから結婚しない方がいいよねってなっちゃうのよ。でも、まあなんだろうね、キキリンさんがすげえ、旦那さんが微妙な人だったので、どう言っていいのかわかんないんだけど、あんだけ苦労した人でも結婚した方がいいって言ってるんだから、じゃあひろゆき頭悪いじゃん。そうだろうね。なんだろうね。僕が今言った話って、経済的な話なのよ。要するにさ、負担が少ない方が経済的負担が少ないよねっていうだけの話で。で、経済以外のものというのが実は世の中にありますよっていう至極真っ当なことがあまりこう表だって言われることがないのですよ。で、ほら、なんかさ、結婚して苦労した話とかさ、大手こまちとかさ、ハテナダイアリーとか見たらいっぱいあると思うんだけど、幸せな人って、これだけ幸せですっていうのをネットに書かないんですよ。なんだろうな。ネットに書いてもしょうがないし、そんな暇ないからね。例えばさ、僕ゲームやっててめちゃくちゃ楽しい時に、このゲーム楽しいとか書かないんですよ。ゲームやってて楽しいから。なので、結婚して幸せな人は、結婚して幸せとかネットに書かないんですよ。結婚して幸せじゃない人が幸せであると自分自身に思い込ませたいし、他人に幸せおめでとうって言ってほしいみたいな承認欲求が欲しくて、結婚式楽しいとか結婚楽しいみたいな書く人いるんですけど、あんまりね、多くないですよ。本当に幸せな人がそういうの書く例って。子供作るのは金の無駄になる。そうそう。なので、経済の概念だけで人生生き続けるのであれば、それは正しいです。でもね、なんだろうね、経済の概念から早めに離れた方が、多分人生は幸せですよ。例えば日本人って、世界中から比べたら経済的にはすごく恵まれてる人種なんですよ。日本の平均の年収が300万円ぐらいなんですけど、300万円って他の国行ったら基本金持ちの年収なんですよ。でもさ、幸せを感じられないわけじゃん。で、逆にアフリカの人たちとかラテン系の人たちって収入全然ないんですけど、割と幸せに暮らしてたりするんですよ。で、スペインが今世界で一番寿命が長い国になったんですよ。日本を抜いて。で、スペインって別に医療技術がそんなに発達してるわけでもないのよ。で、あいつらシエスタの国で、昼とかさ、例えば12時ぐらいとかに行くじゃん。店閉まってんのよ。昼は昼寝する時間だろみたいなので、めちゃめちゃ腹減ってるんだけど、開くのは3時みたいなの書いてあるのよ。なので、12時から3時まで休んだりするのよ。で、会社とかでも、じゃあ、12時くらいになると、みんな12時で家帰るのよ。
あの、近隣で飯食うとかじゃなくて、あの、その家帰って、飯食って、ダラダラして、3時間ぐらい経って、会社戻ってくるんだよ。シエスタって言うんだけど、っていう国なのね。で、あの、確かに一人当たりの収入そんなに高くないんだけど、でも、あの、寿命は世界一長いのよ、今。っていうのがスペイン。で、割とそのね、あの、地中海沿いはそんな人たち多いんだけど。29歳 C です。年収100、1500万です。子供を欲しいと思わない場合、結婚するメリットはあまりないと思うのですが、どうでしょうか。好きな時に好きな女の子と遊んで、年取って女の子に相手されなくなったら風俗遊びして、自分の時間を作って毎年海外旅行をしてと結婚することで、時間もお金も女の子にも制限されて、お金を持ってる側からしたら結婚は子作り以外にメリットが少なすぎます。まあそう思って50代で独身で誰も周りにいなくて風俗通いをしていて、なんかあの割とこう不幸に感じるっていう人が結構多いんですけど、あの日本の独身の男性の寿命ってめっちゃ短いんですよ。確かね、結婚してる人よりね10歳ぐらい早く死ぬんじゃなかったかな。結局その、あの若いうちはわかんないんですけど、人間ってあの人間関係をちゃんと持って話し相手がいる人の方が楽しく感じるってなるんですけど、50歳で風俗通いしたとしてもその、エロいことはできるんですけど人間関係を結べないんですよ。要はその金払ってるから相手してくれてるだけで、別にその精神科医太郎さんのことを好きじゃないんですよ。要は自分のことを好きじゃない人とそういうことをして、で自分のことを好きな人という異性がいないという状態をだいたい50歳ぐらいから10年とかやると、そのストレスで死んでいくんですよ。なのであのそのめちゃめちゃモテますっていうので仲のいい異性の友達もいて、要はあの特会引っかいがずっと続いてますっていうのも行けばいいんですけど、その風俗遊びをしてというのが選択肢に入ってる時点で多分モテない人だと思うんですよね。でそのモテる人って風俗遊びという選択肢が入らないんですよ。要はその別になんか異性と付き合いたいんだったら別に付き合えばいいじゃんで、風俗という選択肢を持たないんですよね。でも29歳の時点で風俗という選択肢を持っちゃってる時点でもう、あ、モテないんだろうなって感じがしちゃうんですよ。僕なんか風俗あの行きたいと思ったこともないし、今まで風俗にお金払ったこと一度もないんですよ。別にあの自分がモテる自慢をしたいわけではなくて、あの風俗が嫌いだからなんですけど、なのでその仮に僕がずっと独身だったとしても、年取ってから風俗行けばいいとかにならないんですよ。選択肢ないから。っていうのがあるので、なので、あの、ちゃんと人間関係作った方がいいと思いますよ。まあ、あの、60で死ぬんだって思ってるんだったらそれでもいいかもしれないですけどね。堀江門は風俗大好きですよ。そうですね。堀江さん独身ですからね。大変ですよね。はい。はい、すいません。はい。流されてしまい再投稿です。すいません。3日後結婚式挙げる予定の36歳専業主です。旦那がやりたいと言い出したけど、自分も準備に任せきりで、打ち合わせも若干マウントを取るような感じで正直やりきれません。しまいにはプランナーと旦那が意気投合して置いてけぼりな雰囲気です。当日やりきる心持ちのアドバイスをもらいたいです。結婚式挙げたくないって言った方がいいと思いますよ。あの、奥さんが結婚式をやりたいと言ったからやったんだって、多分結婚後も一生言われますよ。多分そのプランナーと結託してるんで、あの3桁万円以上使ってるんですよね。100万とか200万とか。で、それは奥さんが望んだからそのお金を使ったよっていう風にずっと言われ続けると思うので、今の時点で結婚式やりたくねえっていうのをはっきり言った方がいいと思いますよ。まだ3日前なので、あの招待客の人とかに全員、やっぱり式披露宴やらないことになりましたって連絡すればまだ間に合うんですよ。なので、もうやりたくないっすっていうのをはっきり言った方がいいと思います。まあ、マリッジブルーなんじゃねえのとか言われるかもしれないですけど。まあ、300万とか400万とかかかる人はかかりますからね。結婚式やりたくねえっすって言ったら、あ、そうなの？やんなくていいの？ありがとうっていう人が結構男性は多いんですよ。あの、世の中の人たちは男女共に望んで結婚式をやってるというふうに誤解してる方が多いんですけど、あの、女性側が喜んでいるので仕方なく喜ぶふりをして結婚式を挙げてる男性の割合はめちゃくちゃ多いです。あの、聞いたりすると、あの、奥さんが喜んでくれるから嫌なんだよとは言わずに、いやいや、だって奥さんも喜ぶし僕もやりたかったんだよみたいなことを表向き言うんですけど、基本的には男性は無駄金だしめんどくせえって思ってます。